トのキハ82リニューアル品ですね。最新度と思うんですね。非常にこう連結面も近くてね、スムーズに走ってくれますね。非常に動き出しもスムーズです。はい、こちらのね、キハ82系はね、これから出品していきますのでね、楽しみにしていてもらうといいですね。はい、クリーニングしましたのでね、非常に走りもいいですね。どうもお疲れ様でした。はい、こちら出品していきます。この DF200 くんもね、出品していきますのでね、動作チェック兼ねてキハ82くんをね、やってもらおうと思います。ちゃんとね、はい、ライトもね、問題ないということをね、見てもらえればと思います。はい、ちゃんとライトついてますね。はい、それでは方向を変えて出発進行。ちょっと回送列車のにね、引っ張って。加藤のカプラーは全て互換性があるという部分の証明にもなりますね。加藤カプラーとボディマウントのね、加藤カプラーちゃんとしっかりつなぐことができます。はい、非常にこの出品する DF200 もね、いい感じで走ってくれます。ちょっと推進運転で押してみるなんてこともね、まあ、本来ありえないですけど、まあ、廃車体の改装なんかでね、逆に引っ張っていくなんてことはあるかもしれません。はい、こちらの DF200 もね、出品していきます。はい、実はこの DF200 はすごい、レアなバージョンで、スカートが赤、初期型ですね。初期型なんですが、レッドベアになる前で、JR 貨物、JRF のロゴがね、紫色のバージョン、現在では見ることができないバージョンです。こちらをね、出品していきます。非常に走りははい、スムーズでいいですね。すでにもクリーニングは済ませてますので、クリーニング気にせず走りが気になる方はね、こちらの方ね、動画を確認していただいて、あ、よしいいなと思ったら購入してもらうといいですね。はい、特別企画 DF200 が基本80円廃車改装みたいな感じで、廃車だとちょっとかわいそうですが、何かのことで改装してみると非常に低速から非常にこれ走れますね。いいですね。
はい、特別企画でした。